秋の実りに感謝する神事、縫い補祭が姫路市の田んぼで行われました。縫い補祭は姫路市内越にある田んぼで行われ、近くの住民らおよそ100人が参加。はじめに新職が田んぼと参加者のお祓いを行いました。その後、JA 兵庫西の女性職員10人が 花笠にかすり姿の仮目に噴して田んぼの中に入り、たわわに実った稲を刈り取っていきました。この縫い補祭は、秋の豊作を祝い稲作に感謝しようと、市内300余りの神社で作る兵庫県神社町姫路支部が、この15アーの田んぼを新宣伝と定めて2015年から始めました。コロナ禍だった過去3年は神事だけだったため、 刈目によるりり取は4年ぶりです収穫された米は各神社に配られ秋祭りに備えられるほか伊勢神宮にも届けられるということです。